ユラン、英語で、ジラントとは、火山市の象徴にもなっているドラゴンとワイバーンの中間に位置する竜であるがドラゴンに近いため、ドラゴンと呼んで差し支えない。この記事は、モスクワ州、カシイラ市もジラントを象徴としているため主に、ロシア語、英語表記のジラントの語を用いて中心に説明するが、ユランは、トュルク系民族の象徴でもあるのでユラン、ジラントは、 なるべく平気する方向で記事を作成することにした。もともと、ユラン、ジラントとは、ヘビ、ダイジャ、竜という意味である。それがそのまま、ドラゴンとして、固有名詞にもなっている。ユラン伝承とは統一されていない、伝承群説話である。ユランの善悪が反転しているものも特徴である。伝えられている一つの伝説によると、古火山にはまだ処女でかつ美しいお姫様が住んでいた。 姫は火山下側の清流とハーンが持つ壁地を譲り受けたと言う。そこで姫は町をジランタウに移すことを提案し、ハーンもこれに同意した。しかしながら、丘には名前の通り丈夫なマルタのごき蛇が多く出没しており、さらにジランタウには蛇たちの王である巨大なジラントが住んでいた。ジラントは一つ目の首は装飾だが、もう片方の首は 少女や若者を貪さぼっていたという。魔術師はハーンに、藁時でできた建造物をジランタウの近くに建てることを助言した。春になると、冬の間に藁時でできた建築物の穴から入ったため、蛇たちがいなくなっていた。騎士が藁時でできた建築物に火を放ち蛇を焼き殺した。あたりには蛇の刺繍が漂っていた。しかし、種であるジランとは、 カバンコに逃げた。カバンコに逃げたジラントは、時折人をさらって貪ったため、後に退治されたという。別の伝承では、クロコは A 久イーロンとは、区別しなければならない。A 久イーロンは、蛇の王である。A 久イーロンもしくはソマラは、英雄団に登場する英雄たちに助言を送り、しばしば贈り物を与えることによって、彼らを助ける。 人々に恩恵をもたらすという点において永久ウィーロンは中国の竜に似る。アフマドイブンファドラーンが10世紀にボルガブルガールに進出したところ兵士らは長い巨大な木と同じ太さの蛇を見たという。蛇を殺そうとしたが危害を加えることはなかった。蛇はアッラーに平和を祈願したところ翼が生えた。その翼によって遠くにまで逃げたという、いわゆる中橋竜伝承である。 トゥルク継承民族にとっては、ユランはトーテムであり、当初から民族の象徴であった。やがてブルガール伝承が混在し、民族の象徴だけでなく守護神となっていった。ジラント不修道院ジランタウの上に、ジラント不修道院がある。ユラント不修道院とも言う。もちろん、ジラント不修道院とは、ジラント伝承から来ている言葉で、ジランタウとい言葉から派生した。今では、 観光名所となっている。ジラント伝承をゆかりの地に修道院が建っている。火山の項目を見ればわかる通り、古火山の集落跡が見つかる場所でもあり、歴史的、考古学的にも重要な場所である。火山藩国の国旗にもなったジラント。キプチャクハーン国衰退後の火山地域は、トゥルク系イスラーム国家である火山藩国として統治していた。 火山半国の国旗の一つに、ジラントは採用された。この時のジラントは、黒龍の姿で翼も黒である。ロシアのイワン・雷帝は、火山半征服後に、火山半の称号がある、この国旗を紋章として採用したため、この流伝章と、像は後世まで生き残った。ただし、ロシア風に改めることとなり、一つの頭、四つの鳥の足、鳥の体、および蛇の鱗で、 ジラントを表した。その結果、竜の表現に一部コカトリスのような表現が混じるドラゴンとなった。1730年国王令は火山の紋章、ジラントを書き直した。法令により火山の金冠で覆われた白いフィールドで赤の翼をした黒い蛇と説明。これによりジラントはロシア帝国の紋章に組み入れられた。モスクワの紋章1991年の ソビエト連邦の崩壊以後、タタール系が50%以上住むタタールスタン共和国とモスクワから東に 800km 離れたタタールスタン共和国の首都火山は民族主義意識が高揚した。その結果首都火山は、ユランを全面的に打ち出すこととなった。しかし、モスクワの紋章が流体時の制ゲオルギウスであり、流体時の紋章であることから一部には、 反発が出たことも事実である。タタールスタン側から見ると、モスクワに征服された火山とも読み取れるからである。しかし、モスクワの象徴が、ロマノフ町の和紙であるのに対し、タタールの象徴である火山はドラゴンが象徴となった。なぜなら、火山を守っている竜であることに変わりはなく、都市とタタール系民族の象徴だからである。この点は、 ウェールズ民族意識の象徴である赤い竜と変わりがない。現在はタタールスタン共和国独立運動は一応収束し、タタールスタン共和国はロシア連邦の一員となっている。今では、ジランとは火山市の至るところに絵や銅像があり、市民に親しまれている。ありがとうございます。